違うって先生にモーツァルトを弾くときはなんじゃダメだな、16分音符とか8分音符弾くときは真珠が転がってるようにしなさいって言われたことがあって全然意味が分からなくて何言ってんだと思ったんですよなんかとかこうやっぱトゲトゲしたもんじゃダメなんですよね、こうコロ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 ってこう転がるなんて言ったらやっぱ丸くてこうツヤツヤしてるもの、なんか大人になってあその表現なんとなく分かるなっていう気がするんですけど、ダイヤモンドもいいんだけどそうですね、そうそうね、そうでもなんか、うん、なんかこうパラパラパラって転がった時のあの感じとかってなんか そういう軽くてキラキラしててみたいな感じが何してんのっていうこうイメージを持って弾くだけでもちょっと違うと思うので実際できるできない別にしても軽く弾こうと思ってます。してる信じて知ってます高いんだよっていう感じで何かに信じてそう、何かに信じてそんなこと見本ないでみたいな真珠転がしたよ何の話だったの真珠以外じゃダメなの、うん、ダイヤモンドでもいいけど金の方が金の方が金の方が金の延べ棒thank you.
ドアが晴れていいですか？はい。楽
横の割と、なんていうか、レガートに飛んでってほしいところなんですけど、セカンドが何ですかね、大変なんですかね。バタンバタン聞こえるのが何ですか。え、これオープン使ってますよね。0202って言ってますよね。出だしのレファレファは。ちょっと、セカンド聞かせてもらっていいですか。そこ、繰り返しなんとかありますかね。ここをとにかくプランプランにしてください。ここ
さっきの人ですよ、これ。もう、いい感じ、いい感じ。たとたとしくない。ダメだ、邪魔してない。もう一回行きますよ。切り替えてください。33からいきますよ。3、4。
お休みなので、そこで思いっきりすればデータホールで寝ます。ビオラは大変ですもんね。いきなりホールで一緒に寝てそうか、そう。
なんだろう、セカンドまだ半音ですからね、そのレミレミって。
気がしますよ。